まあ、基本的に、まあ、フレーム加工だったり、タンク製作だったり、マフラー製作だったり、溶接、もともと溶接工だったので、そこら辺が結構得意としますね。工場のプラントで溶接しました。あ、次元高いですね。例えば、溶接したところをレントゲン取って、気泡入ってるとやり直しだったり、そこから割れてくるんで、パイプとか溶接してたので、もう圧力も半端じゃないです。圧力かかるので、中から。あと、ステンレス溶接も多かったんですけども、鉄の缶だったり、何層にも巻いて、っていう溶接を結構してました。何回も何回も何年も何年もやってくると、まあ、この、ね、電流の高さとかで調節して、もう缶で、あと、こう、こねる速さだったり、溶接は。ティグ、ほとんどティグ溶接が得意だったんで、得意っていうか、アークもやってたんですけども、そういう風な現場にいました。だからその、まあ昔いた会社とかで主任とか、まあそこの現場の班長みたいな、だったり、そういう風なしてたんで、その溶接関係の、ね、例えば、木、なんですか、道具とか、そういうものに関しては、結構いろんな知り合いがいて、だから例えば難しい溶接、まあ、バイクだとないんですけど、例えばアルミとか、の溶接とかだと、まあ、例えば、まあ、簡単に引いたりとか、まあ、材料借りたりとか、まあ、そういうふうなのは全然普通にできる。